四国カルストを五段城より撮影四国カルスト地図。四国カルストは愛媛県と高知県との県境にあるカルスト大地。標高は約1400メートル、東西の幅は約25キロメートル。日本三大カルストの一つで、その中でも最も高い標高からは石槌山などの周辺の山々が一望できる。西から大野が原、きつ平、五段高原。 天狗高原まで、なだらかな山肌には、夏は緑の草原、秋はすすきが一面に広がり、一年を通して四季を楽しむことができる。新食作用で地表に露出した石灰岩が点在している。乳牛の放牧地帯としても有名で、多くの牛が放牧され、カルスト特有の風景をさらに牧歌的にし、多くの人々が訪れる観光地となっており、 愛媛県では1964年3月21日に四国カルスト県立自然公園として指定された。天狗高原は地元高知県では雲海や星空の名所として天空の総回廊と呼び PR している四国カルストの中央に位置するジヨシ峠に国道440号が通り、その峠より東に向けて愛媛県道を 高知県道383号四国カルスト公園縦断線、高知県道48号四国カルスト公園線が伸び、天狗高原の南側の国道439号に接続している。また、国道440号を地吉峠から北上する愛媛県道36号野村柳田二線と接続する。大野が原から木鶴平にかけては愛媛県道、 高知県道383号四国カルスと公園縦断線が通っている。近くの道の駅としては、道の駅曼原が高知県の曼原町にある。ありがとうございます。